1年後には社会人になる。今までは学生気分で社会と付き合ってきたけれど、これからはそれも許されない。本気で社会の中で自分の役割を見つけないといけない。今までさまざまな人と一緒に共同研究を手伝ったし、先生たちとチームになってフィールドワーク調査を行ったし、ある企業とは商品開発も試みた。先生たちと一緒にリサーチしたことは自分の大きな財産になっている。人の話を聞いてお互いの意見を尊重し合いながら一緒にチームとして動くことがこれほど面白いとは思わなかった。この共同感覚をビジネスの現場でも生かしたい。人が明るく笑いながら議論できるなんて知らなかったから、話し合う素晴らしさを教えてもらった。どんな企業に勤めることになってもチームで働く感覚とお互いに尊重し合いながら議論する感覚は生かしたい。12年後、自分は人を喜ばす仕事をしているだろうか。12年前の自分に誇れる人間になっているだろうか。今、これを書いている自分を忘れない。社会がキャンパスだと考える大学は関東学院大学。